こんにちは。そしてこんばんは。速稼塾の久保です。まあ、億万長者合宿のね、こうリレーをやってる中で商品の紹介をすることがたまにあるんですけども、今日はね、吉谷さん、こういったものを紹介しようかなと思います。これは何かというと、こう開けてみるとね、分かるんですけども、ウェラブルカメラなんですよ。これがカメラですね。 4K のカメラ、ちょっと見てみましょうか。すごいですよ、これ。こういう風なね、これがカメラなんですよ。で、これをここにつけて撮るというね、で、これがね、なんか気に入ったのは、ここで操作をしなくてはならないかなと思って、ここで操作するとちょっと厄介なのと、電源が入ったかどうかちょっと分かりにくいんですよね、こういったものって。これ電源が入ったらイヤホンで日本語でね、女性の声で教えてくれるんですよ。電源入りました、録画ですとかね、いろいろと。それ便利だなと思うのと、あとね、実はね、リモコンがついていて、手元でこうやって押せばここで撮れるんですよね。いや、こういったのがね、手に入ってありがたいな。しかも SD カード最初からついているというね、いいなと思いますね。で、説明書なんですけども、大体こういうのって説明書はいろんな言語で書いてあって、日本語の説明がちょびっとなんですけども、これはね、最初から最後まで日本語で書いてあるんですよね。ありがたいと。オルドロっていうらしいです。オルドロカメラね、これちょっとね、メルカリで見かけてすぐにアマゾンで買いました。すごくいいカメラだなと思います。まあ、ここでね、つけるとこう運転中も撮れるし、あとなんですかね、本を読みながらこの自分の目線で撮れるんですよね。すごく映像の幅が広がるなと。で、実はね、この手の懐かしいやつを本を読みながら解説するやつでね、カメラをどうしようかなと思ってたんですけどね、これがね、2万5千円ぐらいなんですよ、このカメラ。安いでしょ。で、この2万5千円でカメラ買うと、必ずカメラ代は回収できるというね、アウトプットすると。今までの例ですよ。回収できてないのは、トランザムぐらいでね、あれはちょっと回収にはすごい莫大な時間がかかりそうですけど、まあまあまあね、まあいいんじゃないかなと。こういった小物、数万円のものに関しましては、YouTube で十分回収できます。それこそ、これ、買ったその月のうちに回収ですよ、こんなの。2万5千円程度だったら。ということでね、商品買うと、そのアップロードのネタが増えるし、商品を買った代金はアップロードすれば回収できるしというね、これ確かにね、吉谷さん、やらない手はないなと思いますね。たとえ再生が恵まれなくてもやっといた方がいいと、チャンス広がるんで。で、今回すごくいいテーマをね、吉谷さん出してくださった。やる不安ってのありますよね。不特定多数の人の前に YouTube で顔出すのはどうなのかなとかね、再生されるのかなとか、叩かれないかなみたいな不安はありますよね。でも、やらない不安の方がでかくないですかと思いますね。私これね、やらなかったらこれただ払いですよ。基本的に私ね、買ったものって全て YouTube で回収しようと思ってるんですよ。何もかもですよ。こういったピーナッツとかもですよ。スマホもですよ。全て回収ですよ。だからこういった本も届いたらすぐに YouTube にアップロードしますしね、こういうのもね。タグもつきやすいでしょ。すごくいいなと思います。クレジットカードもプラチナになった瞬間に動画作るみたいなね。だからこれロングテールでずっと回ると思うんですよ。これがね、億万長者の秘訣かなと。アフィリエイトをやってる時って商品を販売するためにいろんなサイトをね、量産したわけなんですけども、今回は逆でですね、 YouTube ってのは身の回りのものをどうやってでもいいから紹介できるというね。で、しかもアフィリエイトというよりも自分のもう持ってるもの、所有物を紹介するんで、手数料というよりもね、全然人のものを紹介した時の手数料では比べ物にならないくらいメリットがあるなと思いますよね。すごくありがたいことだと思います。というふうな感じの動画でございました。やっぱやった方がいいですよ。やったメリットの方がでかい。やると全ての悩みはね、消える、もしくは、こうやって消そうと思いますね。グッドですね。本当にいい時代に生まれたなと思います。いってらっしゃい。